大の大冒険、勇者アバンと極縁の魔王の第2巻です。まあ、第2巻なんですけど、あの、まあこの大の大冒険ってありますけど、まあ大は出てこないです。大の師匠のこのアバンが、アバンの輪っからし、修行時代をテーマにした漫画なんで、大は出てこないんですけど、まあ面白いです。で、この漫画、あの大の大冒険にポップっていう名脇役がいたように、どうもこの、 ロカっていう、まあ、マムのお父さんが、あのー、なんか迷惑役になりそうな感じで、結構気に入ってるんですよね。やっぱ面白い漫画って迷惑役がいないと。で、あの、まずこの、一巻の終わりで、このギギロっていう、まあ、四天王のうちの一人を、まあ、新たに身につけた大師山っていう技で、倒すことに、まあ、なんか成功あ、成功するんですけど、 戦火烈光拳はこの時期にはもうすでにあったんですね。で、新しい呪文を身につけるために、あの窓図書館に入って、あの呪文を拾おうとするんですけど、その時に本に閉じ込められた、あのこのマトリフをあの拾うんですよ。まあ、マトリフといえばあの、大の大冒険、ポップの師匠、まあ、になる人ですね。で その時に、あの、この窓押しの中で、あ、このなんか、レイ、あの、このレイラに、あの、ま、まだ、あの、そういう窓図書館で見つけた、あの、呪文をかけてもらうと。そうすると、この呪文の、あの、特徴は、ピオリム。 あのまあ、呪文の名前はピオラっていう名前で、仲間の動きを素早くする呪文の、呪文ピオリムの一人用で、これで早く動きが速くなるみたいなんですよ。で、この動きが速くなったことによって、動体視力、動体視力,力も上がって、見切る能力が強くなって、この5背1頭という、まあ、新しい技を、まあ、もちろん、んこのピオリムをかけてもらってる。 あピオラだ、ピオラをかけてもらってる時しか使えない技ですけど、そういう技をもう体得することができて、であのこの戦ってる間に、このマトリフがあの閉じ込められた本から抜け出すことに成功して、もう俺は大魔導士マトリフあこの辺かっこいいなと。この もうペダン、まあ、あのもうポップがメドローアを覚える前の大呪文の一つですね、これ,あのこれを使ってあのなんとか追っ払うことには成功してるんですよ。で、あのこのマトリフ、まあ、マトリフはこのなんかアバンじゃなくて、あのロ,ロカに引かれて。 ロ,ロカに惹かれてあの仲間になることを決めたんですけどやっぱかロ,カあのロカとポップって似てるなとお前みたいな武器をほっとくと後々寝覚めが悪そうだしてあのポップとほぼ同じことを言ってるってというところはやっぱポップに近いタイプの、まあ、キャラクターなんだなとまあこの漫画あのー、もうゲオでも普通に借りれるんですけど多分大の大冒険もそのうちあのゲオで貸し出すと思うんですよ ちなみに、これ、レイ、あのー、まあ、レイラですけど、大の大冒険では、一応こ、こんな風に紹介されています。元僧侶、レイラ、33歳と <laughs>。でも、33歳にしては、えらい吹けとるな、というか、結構いろいろ苦労して、苦労させられちゃったのかな、と <laughs>。まあ、あのー、ただ、この、 この大の大冒険では、レイラはまだ、たびたび登場してるんですけど、ロカは、なんか行方不明なのか、最後まで登場してません。まあ、その辺も、あのー、この、ロカがどうなったのか、ちょっとまあ、連載が気になるところですね。